ロゴイの情報掘り出し物わら。2年目でバットコントロールはプロトップクラス、選球眼も非常によく、出塁率は3割9分5厘、守備も大幅に成長し、2三遊をそつなくこなせる WR1.5。 これがドラフト5位って。スポニチで1面飾っていたけどよっぽどすごいんやろな。2年目で野手 WR 全体24位とかすごすぎやろ。普通に神。問題は1位を高山や大山に使っとることやろ。1番としては優秀やな。取ろうって言ったスカウトクソ言うの。 JX エネオスの打撃コーチって片岡より無能そう。片岡より無能なやつ探す方が大変やろ。なお鈍足。盗塁下手なだけで鈍足ではない。 2 D E C C D E。 こんなイメージ。高校の時は上位候補だったよね。鈍足ってほどでもないよな。俊足でもないけど、パワプロでいうと総力 C くらい。実践向きの典型例やな。ご視聴ありがとうございました。